チーフ、誰も知らない。クソザコは、イカレ底辺体験使い、イカレタコスケです。あまたの戦いをこなし、いろんな技を駆使してきた私だが、未だ、正面からがっつり戦ったことなし。というわけで、今回は、歴戦をネルギガンテ、正面から、ぶった切りいたす。さあ、俺と戦ってもらいますよ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。ちょっとだけ、ちょっと待ってもらえますか。すぐ終わるんで。あ、すいませんね。すいませんね。食べ終わるの待ってくださいね。いや、申し訳ないことしました。さて、じゃあ行こうか。開幕のゴングは、脊髄から。いやー、耳が。やめてください。いきなりはやめてください。もっとやりましょう。まあでもまあ言うたってここはね、まだ全然弱いはず、ここにある俺は植物の命を何とも思わず切り取っていく。今回はガチンコガチだからな。ダメだぞ、死んじゃダメだぞ。あ、エルギガンテちゃん、どうだ、そのままそうしててください。お願いします。そのまま、すぐ済むから。10分ぐらいでなんとか、10分止まっててくれればあとなんとかするんで。ああ怖い、まだ全然普通のネルギガンテのはずなのに怖い。おい、うわ、あまりにもひどい。まだ全然向こう本気出してないんだぞ。気をつけろ。ほら、猫ちゃんがいる間に尻尾、あおお、あそこにミツムシがある。回復薬は命、回復薬は命だ。花の命より俺の命、ミツムシの命より俺の命。ああ待ってくださいよ。黒トゲは攻撃効かないからね。黒トゲは攻撃、ほら、ああ黒くなった。どうせ食らえ、届いた、いいぞ、いいけど、まだ届け、届かない。これが転職の総意だ。さらってか、まだ3割満たしてないんだろこれ。だって、お、寝たのか。そうよ、この時のためにな、ほっておいたんだこいつを。こいつの一番いやらしいところ、それは角。そう、角を壊してしまえば弱点が1個増えるようなもんだ。あれや言ったかな、なんでなの、どうなってんのそれ、どういうことなの、何が出てんのそこ。衝撃波、やっぱ衝撃波かな。衝撃波がお前と同じ質量を持ってんの。どうなってるんだお前の体は。俺、わあ強気になることは変わらん。どうせ、今回テオテスカトルさんですか。あ、違うんです。いいダメージ与えといてくださいね。あれ、いや見せいらないっていいな。どっせい、どっせいよ。吠えてろ。あら、吠えてろ。あー、ここ効かない。どこなら効くの。
あのせい。トムトムトム。スーパーガード。あぶね、行って。行って、おい。待って、不動寝だなきゃ。さあ、だいぶお怒りモードになりましたか。そしたらば、こっちで戦いましょうよ。ねえ、こっちで戦いましょう。こっちでね、こっちにね、とってもいいものがあるんだよ。とってもいいものがあるんだ。早く来るんだ。ああ、綺麗ですよね。宝石みたいなプレゼントね。あるん、あれ、あるん、ちょっと、あれ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 。よーし。そう、気に入ってくれたか、僕からの宝石ちゃんはよ。どす。いだー。おーいって。おい。もう一個ある、もう一個、もう一個、もう一個あるんですよ。実は、実はもう一個あるんです。実はもう一個あるんですよ。宝石ちゃんもう一個あるんですよ。今度はいいやつですよ。今度はいいやつ。すごい、すごい純金のダイヤ。そこに純金のダイヤがございます。ただいまからカットいたしますね。あ、全部砂に座れる。あぶねえ。さあかな、俺の純金のダイヤを。マジ痛え。頑張っていこうか。え？だって二オツってことはさ、ラストのあのラッシュをさ変えなきゃいけないってことでしょ。無理だよ、もう無理だって。そこまで無オツで行ったってそこで3オツするんだからさ、無理だよこんなの。俺は勝てない戦いに挑んでいるのか。くっそ、あー切れた。やめて、そんな至近距離で。おれー、乗ったぞ。くらい、その首落として死んぜよ。どっせい、どっせい、くらえ。よし、行ったぞ。生きて、あー頑張れ。あー泣く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 。怖い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 。体力を高く保て。いや、ほら見ろ。お前の衝撃は目に見えない部分が来るからね。だから怖いんだよ。おれー、いやー、待って、死にたくない。あ、三つ虫三つ虫。何か当たった今。いやー、当たった。マジマジ、あぶれ。あ、すでにもう後半戦ですね、これ。なんかほらかかってこい。残り1回だってよ。あら、ビビんねえぞ。危ない。危ない、見えないから。
よし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 。くしょ。まだだ。まだだ。危ねえ。また、お、弱ったのか。からの。タックル。見切ったぞ。回復、回復して、回復して、回復して。負けだ。くらえ。なるべく隙のない攻撃で。痛い、すげえ痛い、やばいよ。生きろ。だがまだか、まだ巣には帰る前か。いいだろう、こちらもまだ不動が残っている。熱い戦いを繰り広げようぜ、メルギガンテ。おらこれから帰るにはまだ早いぞ、帰るにはまだ早いぞ。まだまだよ。行け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 、俺のその首もらったで。さあ頭を削ってやるんだ、このまま削れ。おお、しゃべったー、いいダメージ。さあここでお互いにロスタイムに入ります。視界復にするつもりだ。おい、飛ぶ、かない、まずい。だがまずはまずはパンチか、まずはパンチだろ、壁にパンチだよな、壁ドンだよね、壁ドンですよね。俺ドンだ、あぶれ、俺どのフェイント。そして天心の総意が来ております。こっからだ、削れ削れ、ちょっとでも削れ。くそ、うりあーちゃー、タックルの方がダメージ出る、狙ったタックルの方がダメージ出る。おれい、いよ、回復見つめし、でで、ちっちゃー、まだ終わらんよ。ほら、いや怖い、何その技。くらえくらえ、全然見えない、くらえ、いいよ、来ています。あかん、気をつけて、いいよ、この攻め時を逃すな。おいつもの、あぶね、いやー、ちょっと待ってください、狭いよ。
ますもの。お前に引っかかって動けねえ。不動のまだ猫ちゃん頑張れ。なんてカウンター。猫ちゃんナイスミスしたぞ。くらえ。もらった。こう離さねえぞ。死んでも離さねえぞ。お前の全部とトゲを毛抜きで引っこ抜いてくれるわ。これで真正面からお前を倒して、俺はモンスターハンターワールドの投稿者としての威厳を示すんだ。くらえ。ここからとどめの一撃倒したぞ。やっと皆さんにこの曲をお届けすることができた。お疲れ歴戦を練るギガンテ。これでやっと俺もアイスボーンに行ける。というわけで、腐れ土手編の体験使いイカルタコスケ、なんとかもう全てのアイテムを使いましたけど、その歴戦を練りがって討伐いたしました。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ねるちゃんおっつ。忘れてた。一応叫びすぎて喉が。一応、スキルと装備を紹介しておきましょう。流熱式体験の快進撃強化2つ付き、ドラケンアーメットアルファ、オーグメイルガンマ、クシャナハトゥーガンマ、ゼノラージースパインガンマ、ゼノラージフットガンマ、匠の五石、天心不動と。で、装飾品はここで見る。まあちょっとバラバラなんで分かりにくいかもしれませんね。スキルとしてはですね、見切り5、体力増強3、超会心3、弱点特攻3、集中3、匠3、早食い2、飛炎1、渾身1、無属性強化1となっております。今回は、まあ、ため後の会心のダメージを結構期待してね、戦わせていただきました。ネルギガンテに弱点特攻どうかっていう話なんですけど、白トゲ部分は全てにおいて肉質45を上回っており、問題なく入ります。頭も、角さえ破壊しちゃえば、会心が入るよ、弱点特攻が入るようになっております。あと尻尾の先とか、前足ですね。この辺にも、弱点特攻が入るんで、まあ他のところに座れるんでね、どうかなというところはありますが、座れたらダメージはどのみちちっぽけになってしまうので、まあそれをね、加味して弱点特攻をつけ、超会心と見切りと、あと渾身1個で鍛えてあります。だから今回はいつもだったら、歴戦王シリーズに同じ歴戦王の防具は持ってかないんですけど、今回オーグメイルガンマをね、採用しておりますと、なぜ匠さんも必要かっていうと、防御用ですね。どうしても避けられない瞬間ってあるじゃないですか。その瞬間をガードで耐え忍んだ時にゲージががっつり下がって、研ぎ直す必要がないというところにね、この匠を使ってます。あと、まあ、割と、飛炎抜刀じゃねえや。エリアル体験したりすると、匠一個だとすぐ青になっちゃうんで、まあ、それの防止も兼ねて、こうなっております。一番大事なのは、早食い。これは、ほんと、火だめする人はね、早食い後に死ぬ確率めちゃくちゃ高い。というのも、飲み出しちゃうと、もう、
止まらないでしょ。で、普通のローリングだと、あいつの突進、回避しきれないんで、こういう形になっております。では、今度こそ本当にご視聴ありがとうございました。